い虹色の照明です。おい、耐える透明なアカウント落語だ。カウンセリングを受けたの。先生からネットをやめろって言われて、もうお前らと会えないと思った瞬間、胸が苦しくて、部屋が壊れてもここがいいって思ったの。初めて殺された日のこと覚えてる？この私にね、証明してくれたぬくもりに、もうこの辺りことはどうでもいいね。せーの、インガーリンとサピット。僕らしい、エクスタシー、甘い夢を見せてもいずに、ユーピーさせて感じる、お役目の白身になれと、悲しみも満ちる、暗い闇の中от участника под номером 34.